どうも、こんにちは。武田クリーニングです。早速始めます。パタゴニアです。ダスパーカーです。まずね、襟の裏の汚れの首輪を見ていただいてるんですけど、ビ,ビフォーアフター、すごい差でしょ綺麗になってますから、もう完璧ですよ。触った感じも全然いいですよ、あのー。古いダスパーカーのご依頼っていう風なので言えば、もう何本動画をご紹介してるんだろうっていうぐらいですね、えー、いろんな年代、いろんな色をご紹介しております。 だからもう見飽きたよなんて方もねいらっしゃるかもしれないんですがぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。胸にねスタッフバッグ入ってましたね。スタッフバッグなんて一度も使ったことない。えー、これにね、あのダスパーカーをぎゅうぎゅう詰めにして持ち歩くなんてなことをねしたことがないかもしれないんですが、まあ、スタッフバッグついてるものをポッケに入れっぱなしなんて感じだったのかもしれないですね。よく見ると脇の下、右側、まあ、画像で見ると左側なんですが脇の下、税化しておりました。税化生地が で脆くなって質感に段差ができておりました。 最初に、ね、ポンポンと全体を叩いてみ、えー、たんですけども中綿あ化学繊維の中綿プリマロフトが入ってるんですが若干やっぱりこう膨らみが足りないかなへたってるかなみたいな感じがしましたしあとは袖今見てるんですけどちょっとグロスがねてか、えー、ってるような感じがしているのはこれはすれもあるでしょうがかなり汚れがついてこうなってるんじゃないかなと思いますあとねフルジップにした時にフードの先端っていうのは後頭部に当たるんですが 比較的そののフードの先端に関ししては綺麗でした、ね、まあこのジャケットで一番汚れがついてるな目で見てパッと見わかるなあっていうのはですねこの襟です汚れの首輪です内側ですまあお客様もねここを一番気になさっておりました だいぶ汚れついちゃいましたね。まあ、いつの間にかね、洗わずに着続けていればこうなりますよ。パタゴニアの黒いタグに関しては何ら問題ないんですが、この白タグはですね、もう文字がもう読めないですね。もうかなり黄ばんじゃって、タグ自体も汚れてるんですが、文字も薄くなって消えちゃっております。多分これはね、洗うと字も消えちゃいます。でこっちの年代が書いてあるところの白タグの文字は消えないですけど、こっちのタグはもう読めないですね。 表示とか書いてあるのも部分的に消えちゃってますここもね洗っちゃうと消えちゃうかなと思います あとは、裾、裏地から見た時の裾、ドローコードの状態いいですね。ゴムの伸びもないですが、ここはたくさん傷穴が開いています。裾の内側、裏地、だいぶ汚れてますね。擦、ま、れ、あ、によってできたグロスの段差もあるんでしょうが、汚れもかなりついていて、テカってるのなんかはかなり汚れてるなというような感じがするし、もうずっとね、えー、たくさん傷穴が開いておりました。あとは、フロントファスナーのー受けの部分というか、マチの部分がね、折れ癖がこうついていて、 この折れ癖も直してほしいということだったので作業させていただきます。 仕上がりこちらでございます。大変いい感じに綺麗にすることができました。パタゴニアのダスパーカーはね、真夏でもガンガン入荷していますんで、いかにこの古着のダスパーカーが人気なのかが分かりますよね。やはりアウトドアブランドだから、機能性も大事です。とはいえ、もっと大事なのがデザイン、シルエット、かっこよさ、おしゃれさ。パタゴニアの人気商品え、もはや定番となったアイテムは数多くあります。夏物で言えばバギーズ、ショーツなんかも超定番ですよね。めちゃくちゃ高いわけじゃないですけど、決してお安くはないです。 でも買うんです。着たいんです。かっこいいからですよ。しかもね、バカみたいに丈夫で長持ち。しかもね、古くなってエイジングしてきてもかっこいい。もう最強なんですよね。それってダスパーカーも同じですよね。だから皆さん、高くても古くても買うし、大事になさるわけです。大事にしすぎてってわけじゃないんでしょうが、ついつい洗う頻度が減ってしまう。まだ大丈夫。今じゃなくてもいい。もう少しこのまま着るって感じで。 決して汚れるような時には着ないけれど自分の体からつく汚れというのはたまっていくわけです。まず匂い、えー、映像では、ね、お伝えできませんが常温で匂いました温度と湿度が高まればもっと感じやすくなるでしょうね次に手触り綺麗な生地を触っている感じがしない状態でした色が黒だから汚れによる色の段差は見えにくいんですが触った感じは汚れた生地を触っている感じなんですこれも映像ではお伝えできないんですよねこうして汚れてきますと中綿の膨らみも減ってきますこの膨らみ 度合いも数値化できないからねこれも映像では伝わらないんですよね襟の裏地の汚れなんかはねボートのビフォーアフターでしっかり分かりますねしっかり洗うことで綺麗になるだけど白タグの消えかかった文字はもっと消えてしまいますそれはもう仕方ないです 裾の傷穴なんかはビフォーアフター変化なしです。スれによってできたグロスの段差が落ちない汚れみたいに見えちゃうかもしれないけれど、汚れはしっかりと落ちています。中綿のロフトもいい感じ、匂いも消えました。手触りも良くなりました。フロントジップの縦、待ちになっている部分の折れ癖、これも直しておきました。 見ても触っても匂いを嗅いでもそして羽織った際にもビフォーアフターの差を感じていただけるはずです。パタゴニアのダスパーカーなんてことは知らんよってクリーニング店だって化学繊維の中綿が入ったフードのジャケットを洗うことは可能でしょう。どのクリーニング店でも仕上がりが同じじゃないってことを実感しているからこそどこに依頼するか悩むんだと思います。 当店はダスパーカーカの事例がめちゃくちゃゃく多いです。必ず綺麗にしますからというかもう綺麗になるまで作業をやめませんからずっと作業を続けますからもうねこれ以上は何をやっても良くならない変化しないというところまでやり続けてお渡しするようにいたしますのでね古いダスパーカー大事になさっている方新しく買ったよなんて方はねぜひご相談してみてください今日はここまででそれではまた次の動画でお会いしましょう